はい、皆さんこんにちは、滋賀県で薪ストーブとペレットストーブが大好きな工務店をしておりますベストハウスネクストの吉本です。前回の、動画ではこういう本を、お出しさせていただいて、リビングのレイアウトですね、特に窓のことを説明、させていただこうと思って、こういう資料を出しました。そして、リビングですね、大きい窓が欲しいという本ですけど、じゃあそこにはどういうものを置くかということですね。それをまず整理しましょうということでした。で、こういうふうにですね、何を置くかによって窓が塞がれてしまったりする場合があるんですね。で、まず僕たちは空間を作って、でそこに入れるものをちゃんと考えていきましょうねということ。そして、窓の後ろにこんな、窓が、窓の前にですね、こう家具が来たりするともったいないですんでね、それであればこういうふうに壁にしたらいかがですかとか、で壁にすると窓の面積が少なくなるんで、ではどういうふうな窓にしたらいいかというのを、いろんな窓の形がございます。全部の窓をで両脇は物を置けるように、または、三枚開きにしたりとかですね、で腰窓といってこの下に物を置いたり、ここに物を置いたりできますし、でもしかしたら荷物がたくさんの方はこの上の光、取りをしたりですね、そういったこともよくします。で、テレビがある場合はこうテレビの邪魔にならない上につけたりですね、いろんな窓の形がありますので、ただ単に大きな窓が欲しいというのはよく言われるんですけども、こういったものを考えて、工務店さんとプランを考えていっていただけたらなと思います。以上です。